知床、知床は日本にある世界遺産登録地域。2005年、平成17年7月17日、南アフリカ共和国ダーバンで行われた第29回ユネスコ世界遺産委員会で自然遺産登録が決まった。北海道東部に位置する知床半島は北半球における流氷の難源とされ、流氷化のアイスアルジー、氷に付着した藻類や、 流氷形成時の鉛直混合により作られる栄養塩の豊かな中層水がもたらす植物のプランクトンの大増殖を基礎とした食物網を通して多種多様な生物が生息、生育する地域となっている。生息する白酒、酒、カラフトマス、サクラマス、オショロコマが海と川を行き来し、これらを重要なエサ資源とするヒグマやシマフクロウ、オワシ、 オジロアシといった大型の哺乳類や、絶滅の恐れのある猛禽類をはじめ海生哺乳、怪獣、海鳥など様々な生き物が生息し、北方系と南方系の野生生物が混成するなど、海域と陸域の自然環境が密接に影響し合い、多様な生物種と生物間相互作用に支えられた、豊かな生態系形成している。また、火山活動により形成された、 急旬な知床連山、山陸を覆う原生的な森林、切り立つ、海岸断崖、多様な出現、故障など様々な景観が凝縮され、優れた自然美を有している。また、遺産地域は、環境省及びリニア庁により、各種の保護地域、ン根別岳原生自然環境保全地域、知床国立公園、知床森林生態系保護地域、 国指定知床町1保護区に指定されており、自然環境の保全が担保され、厳正的な自然環境が、自民により破壊されることなく、残されている。さらに、遺産地域内において、過去に農業開拓が行われた岩尾別地区については、斜里町による知床100平方メートル運動、現在の100平方メートル運動の森、トラストによって、民有地を、 こういう地下して保全し、かつての自然を復元する取り組みが行われている。自然遺産登録の対象は、知床半島とその沿岸海域となっており、日本国内で初めて海洋を含む自然遺産の登録となった。面積7万1000ヘクタール、陸域4万8700ヘクタール、海域2万2300ヘクタール。当時は文化遺産基準。 自然遺産基準とクライテリア、登録基準が分けられていたが、2005年に2つの基準を統一することが決まり、2007年の第31回世界遺産委員会から適用している。具体的には、新基準の1から6は、旧文化遺産基準1から6に対応しており、新基準7、8、9、10は順に、 旧自然遺産基準3、1、2、4に対応している。1から6のクライテリアに1つ以上適用されれば分解3、産。7から10のクライテリアに1つ以上適用されれば自然遺産。いずれかのクライテリアに1つ以上適用されれば複合遺産となる。世界自然遺産のクライテリア知床が該当したクライテリア登録基準なお、 日本から提案していた自然景観は登録基準に合致しないとされた。独特の食物連鎖があり、冬に海を覆い尽くす流氷と共に運ばれてくる栄養分はプランクトンを養い、海を豊かにする。それはアザラシなどの怪獣、海鳥やオオワシなど鳥類の命が繋がる糧となる。海遊してきた鮭はふるさとの川に遡上し、そこで 山の生き物の餌となり死体は土に帰って森を豊かにする。これら海と山の命の循環が価値を高めている。また、シマフクロ袋や知床スミレといった絶滅危惧種や希少な動植物が分布しているほか、ヒグマやエゾシカ、トドやアザラシなど大型の哺乳類は高密度で生息している。さらに、オジロワシやケイマフリなど国際的に希少な海鳥が繁殖するとともに、 大鷲のような渡り鳥にとっても重要な地域にな、いる。このように、多様な生息環境と餌資源を提供している。自然保護活動については、動植物の保全や生息域である森林や海、川の管理計画策定のご意見番として、知床世界自然遺産地域科学委員会を設置、人の利用と自然の保全の両立を目指す。 知床立公園利用適正化検討会議や知床エコツーリズム推進協議会などを設置し遺産地域の管理計画を自然科学、社会科学の視点から練り上げて立案している。これらが、世界遺産としてふさわしい保護管理ができるとの評価が遺産登録へと結びついた。第29回世界遺産委員会決議では知床の 世界自然遺産登録決定と同時に次のような措置を実施することを勧告した。2008年、平成20年2月19日から22日にかけて、世界遺産センター次長と国際自然保護連合 IUCN 保護地域事業部長が来日して、現地調査を実施。調査に際して以下の進捗状況を報告した。1に関しては2005年、 平成17年12月22日に、知床国立公園の区域を巨メ 1km から 3km に拡張し、拡張後の遺産地域図面を同年12月26日に、世界遺産センターに報告した。2、に関しては、2007年、平成19年12月に、知床世界自然遺産地域多利用型統合的、海域管理計画以下、 海域管理計画策定。海域管理計画は、遺産地域の海域における持続的な水産資源利用による安定的な漁業の営みと、海洋生物や海洋生態系の保全の両立を目的としている。3に関して、流域全体、または流域の大部分が遺産地域に含まれる44河川について、酒か魚類の遡上や産卵が見られる河川の範囲を、 把握するとともに、河川工作物が設置されている14河川国の河川工作物について酒か魚類に及ぼす影響の評価を行い、評価結果に基づき地域住民の生活に深刻な危険を及ぼさない範囲で河川工作物の改良を行うとにした。2005年、平成17年7月から2007年。 平成19年12月までに11回の会合を開催して100機の河川工作物についての影響評価を行った。改良の検討を行うことが適当と評価した河川工作物は順次改良を進めるとともに改良効果を検証するためのモニタリングを実施することにしている。4に関しては2006年平成18年11月に 知床半島に生息するエゾシカを科学的に保護管理するための知床半島エゾシカ保護管理計画を策定。北海道が策定した特定鳥獣保護管理計画、エゾシカ保護管理計画の地域計画として位置、付けられており、北海道などと連携しながら計画の実施に努めている。5、に関しては、エコツーリズムの推進や知床半島先端部地区、及び 知床半島中央部地区の利用的成果基本計画を策定。知床半島中央部地区においては、2007年、平成19年から年度ごとの利用的成果実施計画を策定している。6に関しては、関係する行政機関や地方公共団体、地域の関係団体や研究者などが連携して調査研究を実施し、科学的知見の集積に努めている。 調査結果を選定して長期的なモニタリングを実施し、その成果は今後の各種計画に活用するとともに、環境省などのウェブサイトを通じて一般にも情報提供している。調査の結果、日本は韓国に対して良好な進捗を遂げていると確認。特に全ての知床遺産関係者が遺産の顕著で普遍的な価値を確実に維持し、 次の世代へそのままの形で引き継ごうとする強い民間に感銘を受けたとしている。また、科学的知識を遺産管理に効果的に応用していることを称賛し、他の世界自然遺産地域管理のモデルを提示していると評価した。同時に、今後の保全管理に対する助言として、17の勧告を報告書に盛り込んでいる。2008年、平成20年7月に開催された、 第32回世界遺産委員会では、先の勧告のうち、以下の9項目について、重点的に取り組むよう要請し、実施状況を2012年、平成24年2月1日までに、世界遺産センターへ報告するよう求めた。2012年、平成24年1月に実施状況に関する、報告、第2期知床半島エゾシカ保護管理計画。 知床半島ヒグマ保護管理方針、長期モニタリング計画を世界遺産センターへ提出。同年6月から7月にかけて開催された第36回世界遺産委員会では進行中の資産の保全に関する問題に対して、引き続き努力を継続するよう進めるとともに、都度の年間捕獲割り当て数及び捕獲数の情報のアップデート及び資産内の個体数の動向の報告。 酒か魚類の移動と産卵の状況のモニタリングを継続し、酒か魚類の移動と産卵を確保するために、ルシャ川において必要に応じて他の適切な手段を含む河川工作物のさらなる改良を行うことを検討するよう要請。さらに、資産内の酒か魚類の移動と産卵の改善をおよび、漁業者と都度の摩擦対応における 進捗状況を含めた資産の保全状況報告を世界遺産センターに2015年平成27年2月1日まで提出することを求めた。2005年平成17年に世界遺産登録に関して国際自然保護連合 IUCN がまとめた教科書において知床と,と近隣の諸島北方四島には環境や 生態系に類似性が認められること、関係国が遺産の保護推進に合意できれば、世界遺産平和公園、ワールドヘリテッジピースパークとして発展させるという可能性について言及している。シャリ町ラウス町ウトロ、ラウス間は国道三百三十四号のシレト床峠、シ知床横断道路経由により車で約三十分、バスで約五十分であるが、陶器は 通行止めとなるため国道244号のね、北峠経由により、約2時間20分のアクセスとなる。知床へのアクセス参照、車バス、アクセス参照、車バス、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。